では続きやっていこうと思います。ちょっとね、砂漠探索してたらね、ちょっとカフェを見つけたのでね、そこからやっていきましょうか。ご注文、あ、メガウマコーヒー、ください。なあ、マスター、こっちにも一杯頼む。でかっうん、これで足りるかな。おお、あ、なるほど、こんなたくさんいたのね。おい、俺の分も残しといてくれよ。あ、HP 回復ありがとうございます。100コインで HP 全回復は美味しいですよね。マスター、もっと大きいカップないの。ということで。ちょ、なんか隠しエリアっていうか、ちょっと見つけづらいところにあったんですけどね。よし。見つけられてよかったです。さて、じゃあ、行きますかね。と言いつつもね、あと2つの塔私見つけられてないんですよね。今日はね、ここをしっかりやって終わらせたいなと思っていたんですけど、できるかな？じゃあちょっと探してきますね。そっか、さっきね、あれなんですよ、ムーチョの案内所で話聞いたらね、町の入り口にも塔があるぜって言ってて、あ、ここね、はい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 、よし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 、もうちょっとブーツ呼んで、ここで見ていこう。はい、乗る、よかった。あ、めっちゃキノピオいるけど、サンボもいるから嫌だな。何、何これ？はい？何これ？ちょっと看板見てみるか。注意！掘り返すな！あ、掘り返せってことですね。よいしょ。あら、よっと。あれ？何も出てこない。あ、よし、オッケーオッケーオッケー。はい。あともう一匹ぐらいいたよな。キノピオだけ掘れればいいかな。当たりでーす。あ。こういう時こそあれか、キノピオレーダーを使うべきか。久しぶりに使うけど。よいしょ。お、ここか？はい、先生お願いします。違うやんかい。ここは？違うやんかい。お？あ、来た！オッケー！正解！おー、いいんじゃないの？これで多分ここを取れただろう。じゃあ、オフにしとこう。よし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 。キノピオ取れたから満足ですね。オッケー！ええやん。あった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 、ありましたよ。またナポさんがいました。身長何センチあるのかしら。じゃあ、まずはヒント見ないとね。セーブして。あ、ちょっと待って、ここが気になる。どうしても気になっちゃう。はい。オッケー。またあれかな？神の力使うところがあるのかな？あ、あるね、あるね。あ、これは、波の壁に囲まれた炎の下に瞳は眠る。波の壁に囲まれた炎の下。この古代文字をメモしておこう。はい。カキカキ。もうちょっと、使う。あ、これか、私は見せ場だけスキップしちゃいます。あ、そうだね。
ごめんね、スキップしちゃって。はい。なんか、すごい、かゆいところに手が届いていいですね、このゲームね。波の絵が描かれた壁？波の絵が描かれた壁。そんなのあったっけ？ホテルか。じゃあちょっと宝石探してみましょう。はい。サクサク進もうね。サクサクね。あ！ここか！波の絵っていうのは、ここかな？これだね。で、ちょっと、もう一回確認しよう。塔の中の石碑。炎の下。じゃあ、これか？ここ掘って。お、あった！やりました、やりました。四角い宝石。よし、じゃあ、塔にはめに行こう。では、ここに四角い宝石をはめて、さあどうよ。じゃあ、あと一つだね。ピーン。これ何の形になるんだろう、最終的に。お。この先生だけ倒れてんだけど。先生転んじゃったの？すまん、階段登りおいで、ちょっと足腰が。お体気をつけてください。え、じゃあ、あと一つだね。左の方にもあったからと。この人はまた違う方向いてません？ちょっとセーブして。セーブポイントがこまめに置いてあるのもありがたいところだな。なんかあんまりなんかこのゲーム評判良くないらしいんだけど、普通に楽しんでんだけどな。どうなんでしょうね。普通に楽しいんだが。よし。よし、じゃあ次こっちだね。はい。じゃあ左奥砂漠を見ていきましょう。私もなんか今まで、あ、このゲームは合わんなとか、なんか正直あんまり面白くないなっていうゲームは何作か出会ったことあるけど、でもそんな、なんだろうな、それなりに新しく出会ったゲームはそれなりに楽しんでるから、そこまでクソゲーとか思うゲームってそんなにないんだけど、ペッパーマリオもね、あの前作のカラースプラッシュとか実況やってないところで、過去作やったりとかもしてたから、どの作品もちょっと楽しかった印象あるんですけどね。あ、やば！やば、やらかしたこれ。シューン、これ復活しないかな？おぉ。一回戻って、一回壊しちゃったらもう復活しないんだっけこれ、木箱って。あ、してない！あー、やらかしたー、マジ。降りるときにさ、あ、無理か。え、これ、積んだかな？やらかしちゃったー。これどうにかならんもんかね。何気にさ、ここって結構稼ぎポイントだったりしない？このキラキラさ、一回掘ったらもう出てこないかって思ったら、しばらくしたら復活してるからさ、何気にちょっとお金稼ぎポイントのような気がする、ここの砂漠エリア。先生がすごい頑張ってくれるから。あ、でも先生も、そのうちお別れあんのかな？ボムヘイ君みたいに。あれ悲しかったよなぁ。よし。あ、あ？どこかにいる。ぴょ、あ、いた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 。君ね。はい。はいはい。オッケー。よし。あとここも埋めて。
お、いいですね。さて、じゃあちょっと遠見ましょうか。ここ最後の塔ですね。ここにもノッポさん、お疲れ様でーす。バイト仲間みたいに言うんじゃない。こっちか。なんか、ペーパーマリオってなんか最後がね、少し悲しいんだよね。なんか、平和になったかと思ったらパートナーはいないとかさ、そういう展開あるから、ペンキーもそうだったもんな。水の上の太陽が全て隠れるその下に、瞳は眠る。はい。水の上の太陽。なんだろう。じゃあ、とりあえず、はい。お願い、オリビアちゃん。なんかちょっとオリビアちゃんもさ、最後そんな感じになるんじゃないかってちょっと怖いんですけど、私。スキップする。よし、オッケー。じゃあ、水。ノッポさんの古代文字、水の上の太陽ってどういうこと？町の、あー、町か。じゃあ、キノピサンドリアかな？行かなきゃいけないのは。よし。でもね、ちょっとね、ここの、サボテンたちも気になるんだけど、なんだこれ。なんでこんな、一つのサボテン。何もないか。サボテンの周りにこう岩がコロコロコロってやるの気になるんだけど、まあ、いっか。とりあえずちょっと宝石を探しに行きます。わあ、ここの宝箱どうやって取るんだ。隠しブロックとかあるかな。よし。月が重なるところって言ってたね。となると、あ、わかった。なるほど。この辺か？こう、湖に映ってる、こう、ぽっかり開いた丸とさ、この建物の屋根が重なるところ。よし、オッケー！よし、ここね。丸い宝石。ここですわー。じゃあ、塔にはめに行きまーす。さあ、これで進めますね。じゃあ、はめましょう。最後の、これ。これで全部できましたね。あ！これは神の力を使う時では、よく考えたら私浮いてるから転ぶわけなかったですわ。確かに。よし、じゃあちょっとあれだね、紙テープのところ行きましょうか。またまた向きが変わったみたい。じゃあ移動しまーす。はい、では戻ってきました。ここをついに進めるかな。あれ、なんか光ってます。こんな、なんとかしら。そう、土神様だね。じゃあ頼むよ。キノピチュ。久しぶりだね、土神様になるの。ってことは何か盛り上がるのか、地面から。で、キノピチュがモコモコモコって出てくるみたいな感じでしょうか。かわいい。全部かわいいよな、フォルムが。神様の。さあ、行け。おー、これどうやって下に降りるの。あ、これはキノピチュ。あ、でもよかった。階段があるから降りられるね。おー。で、ここがあるか、黄色テープの場所か。おー、これが古代の遺跡、キノピチュか。砂漠の下に埋まっていたとは、眠りにつくというのは、そういうことだったのか。
なら紙テープも返してほしいですわ。隙間から中に入っちゃってるし。そうだな、テープもきっと遺跡の中だ。さあ、入り口を探し中に入ろう。はーい。ということで、キノピチョが、おーそう、キノピオの像、ようできてますね。お。あ、フィギュアとかないかな。全部あれか？あー、残念。入り口も見るからにしてここっすよね。あ、セーブポイントないかな。セーブしてから行きたい。でっかっ！あ、セーブポイントないか。まあ中にあるでしょ。じゃあ行きましょう。このキノピチはどうやら古代キノピオ王朝を治めていたキノピオの墓のようだ。太陽が消えた砂漠の中に沈む安全装置のような仕掛けが備わっていたようだな。あー眠かったわけじゃないですね。王の墓ということは侵入者を退けるための仕掛けなどがあるかもしれない。マリオ君、オリビア君、警戒を怠らず慎重に進んだ方が良さそうだぞ。そうだな。で、早速ここは気になるんだなと。うわめっちゃビビったひー先生よりによって雲に潰されるのはヤスね。ヤスはこれはこうしてあ、違うな。わかんねえ。これ、わかんねえ。200コインぐらいで。ちょっとお金めっちゃ溜まったからな。おお、あ、そっか、そういうことか。はははははは。こう、なんかリング状だとさ、なんかすぐにさ、移動の方法わかるんだけどさ、こう直線状のやつだと分かんなくなっちゃうな、私。嫌いやん。そうそう、壊れそう。はい、はい、はい、はい。よし。キラーブーツもそうそう使い切りたいんすよね。はい、はい。オッケー！ナイスー。おー。今めっちゃお金持ってますからね。先生大丈夫？お？調べる。なんだこれ。この部屋で行き止まりか、出口はどこにある？ないのか？とりあえず修復するか。はい。このお手手の上の台座が気になるんだよな。ドシーン。お、なんか光った。あー戻っちゃう。おん？手に何か乗せたいのかしら。そうなんですよね。乗っけた。あ、読む。左を読め。左を読む。左を読め。でもここを乗る場所がないよ。あ、掘ってみるもんですわ。よしよしよし。神の手。これだね。剥がす。ビリ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 。オッケー。お、来た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 。で、左を読めばいいんだね。いや、先生、この辺も掘ったらなんか出ます？お。
おお、ありがたい。よいしょ。おお、ありがたい、ありがたい。お金、お金。ありがたや。とりあえずちょっとここ乗ろう。はい。ドーン。で、ここを読む。どれどれ、い、の、の、これはどう読んだらいいんだ。この文法見たことがないぞ。こいつは解読するのに時間かかりそうだ。しばらく待っていてくれ。あ、で、それで私がまた、右に乗ればいいんじゃない？おい。よし。お、来たー。なんだ、今何か音がしなかったか？取れるようになってるよ。おー、いつの間にか入り口が開いてるではないか。実はまだあそこに書かれた内容を解読できていないのだが、まあいいか、いいのか。よし、先に進もう。よし、ということで、じゃあ今回ここまでにしておこうと思います。じゃあ次回ね、引き続きキノピチュ遺跡をやっていきます。ご視聴いただきありがとうございました。